でこの時に阿弥陀様って何かっていうとインドの,あのアミターバから来てるんですけど阿弥陀バって何かっていうと太陽です、うん、でだから太陽神ですね阿弥陀仏だからお天道様にお任せしますよっていう意味ナムアビタ仏、ね、仏教的な思想だということ、ね、そのわけで、はい、仏教に触れると皆さん楽になれます苦行とかって言われる話です確かに苦しいこといっぱいあって宗派によっていろいろあるんだけど本質的なことを言うと仏教っていうのは、えー、お釈迦様が非常にきついし 修行をした後にあれこれ意味ねえなって思ったっていう <laughs> いらねえと思ったん <laughs> それであれ俺きついことやめようと思ってその時にスジャータっていう娘さんが紅茶をくれるわけですよねそっから仏教では 無理をするなってなります。だから、楽してええんやでっ、つって最後は寝転がって、うん、あの俺の話聞いたらええんやってんな。<laughs> ね、半まで行くのが仏教なので、もう最高ですよ。もう死ぬ直前まで、毒入った料理でも、あんたが食えって言ってくれてんだら、俺は食うぜっ、つって死ぬのがブッダなんで。もう最後の最後まで最高なんですけど、あるがままですよ。ービです<ー>そこで、ここはいろんな解釈あるところだけど、本人がどう思ったかっていうのは、本人しかわかんないけど、俺が主には、自分が考えた仏教 はるかに慈愛に満ちて広いものだって気がつくんでいわゆる南無阿弥陀仏が出てきます。千秋年仏要するにこれ、えー、イマージンなんですけど南無阿弥陀仏というふうに言えばいいってやつです。で南無阿弥陀仏これは南無阿弥陀仏の阿弥陀様です、ねはい、はい。で南無、はい、っていうのは何かっていうとナマステですね。<あ>ナマステ。そうなんだはいそうですで。ナマステから来てます。でこんにちはっていうかこれはお任せしますって意味なのね。ああ<ー>。そうなんです。全部預けますっていうことすべてを委ねるっていう意味なのすべてをね。 任せしますってことだよね。うんうん、そうそう。 で、それ、阿弥陀様にお任せしますっていう、これをただ言うだけって。で、この時に、阿弥陀様って何かっていうと、インドのあの、阿弥陀佛から来てるんですけど、阿弥陀バって何かっていうと、太陽です。うんでた。だから太陽神ですね。阿弥陀仏っていうのは。だから、お天道様にお任せしますよっていう意味。ナム阿弥陀仏。そう。で、えー、これはどういうことかっていうと、自分で何とかしようと思いませんってことなのだから、自力から他力になるわけです。てめえの力で何とかしようなんていうのは、バカのすることってや、やって。 ああああお前そんなに自分の力すげえと思ってんのかと。<laughs> そんなアホな自分なんか捨てちまえなよっていう。で、私を捨てるっていう。っていうことが、これが生ムアミダなんだ,だから、ちょっとでも、例えばこの放送やりながら、ちょっとでも会員増やそうみたいなやつは、もう仏教ちゃけない <laughs> <laughs> 違います、違います <laughs>。いや、もう放送してる時点で違うんちゃう, <laughs> う俺たちは衆生だし、凡夫だし、そうですよ。愚民ですわ。はい。こういうことですわ。煩悩の塊です。だけど、そんな、アホみたいな俺たちのことを救ってくださるのが仏ですよっていうことを言ってんのが浄土真宗なわけですね。